一文字書いて立心と申します。見ての通り少ない人数なんですが、昨日一人急性胃腸炎でお休みです。皆様もこの季節の変わり目、体調管理十分気をつけてください。ただこの、最小人数ではございますが、精一杯笑顔で踊らさせていただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さて、今回踊らさせていただくテーマは海賊。宝を求め、自由を求めて海に出た彼らたち、本当に求めていたものは何だったのか。答えはこの大海原の向こうにある。さあ野郎ども、出航だ。怒りを上げろ。やー、一心、心、一つにコンパス。冒険とスリングした大航海に出かけようではないか。はっ、果てしなく広がる青い空、光を浴びせ七色に輝く波しぶき、愉快なクルーと宝の地図。さ、航海に必要なものは全て揃った。後方で舵を取れ。コンパスが指す方へ。宝は目前だ。スイッハッ、野郎ども、引き上げる準備はいいか。さあ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 、それそれそれ。ドラン、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 はい、はい、はい、俺が先だとドラゴン。よいしょ。海の王様の綱を引き取りなさい。おいおい、引き上げた宝を奪い合うぞ。海賊たち、響き残る驚く忠誠、宝は誰にも渡さねえ。おいおい、なんだあの馬鹿げた雲は。おい野郎ども、嵐が来るぞ。持ちまずつけ。でまりく巨大な波、命の危機を感じる。海の目的になる時だけじゃ全員で立ち向かえ。おいおめえら、こんなところでくたばっちゃあねえぞ。はいはいさ。絶対絶命の窮地だ。頼りになるのは己の力でなく仲間との絆。さあ今こそ心一つに一心。旅立つ君へ、oh yeah、 新しい世界を地図に加えようぜ、oh yeah、 大航海の船出が待っている。旅立つ君に送りたい新たな仲間と航海に出よう。コンパスが明日ほい。なんだってできるって、一人よがり気づかないで、大人ってダサいって、カバンも持たず飛び出した。落ち着いて考えて、一人じゃ何もできなくて、つまずいて落ち込んで、あざ笑われると思った。もう一人じゃないんだぞと、不意に君が叱るくれた。あれあれあれ、人生の眼差し、みんなの冷やかし、僕を包み込むよ。My friend!
仲間とならどんな波でも超えていける。ここの踊る方へ乾杯。なべ、見ていただいたお客さん、ありがとうございました。ありがとうございました。決心、決心の皆様ありがとうございました。続いてプログラム5番、管楽よさこい連。